アーバン・クラレンス・フェイバーは、アメリカ合衆国アヨア州カスケード出身の、プロ野球選手、右投げ両打ち、シカゴ・ホワイトソックスで20年間活躍、通算254勝を挙げた。1920年以降もスピットボールを公式に認められていた投手の一人であった。1964年に、アメリカ野球殿堂入りを果たした。1914年3月9日。 世界周遊旅行中に、チームメイトのトム・ダリーと1929年、フェイバーの豪快な投球フォーム1909年に、MLB のピッツバーグ・パイレーツと契約し、参加マイナーリーグで投手として、キャリアを開始した。1910年8月にはマイナーで完全試合を、達成している。1911年に右腕を負傷し、その際に、チームメイトからのアドバイスを参考にスピッ シカゴホワイトソックスのチャールズ・コミスキーオーナーがニューヨークジャイアンツのジョン・マグロー監督との雑談中に提案をして実現した1913年10月からのジャイアンツとホワイトソックスの合同の世界、周遊野球チームに参加し、高騰した。世界周遊から帰国した後の1914年4月17日に移籍先のホワイトソックスで MLB デビュー。 同年は40試合に登板して10勝9敗、防御率2.68の成績を残した。翌1915年は24勝14敗、防御率2.55を記録した。1917年には、防御率は1.92位にまで下がった。同年のワールドシリーズでは、全6戦中4戦に登板して、計算賞を上げ、 特に第4戦から第6戦までは3連投して2勝を上げる活躍をしてチームをワールドチャンピオンに導いている。また、同年9月のダブルヘッダー2試合とその翌日の試合に連続して先発登板し3試合連続で先発登板している。これ以降は MLB で3試合連続先発登板は行われず2012年にザック、グレインキーが記録するまで95年間。 行われなかったただし、クレインキーは1試合目の投球数は4球で、2試合目と3試合目の間にオールスターゲームがあったため、8日のインターバルがあった。第1次世界大戦が終盤に差し掛かった1918年シーズン中にアメリカ海軍に従軍した。1919年は腕や足首の故障があった上に当時世界的に流行していたスペイン風邪にも苦しみ、 一時的に数週間解雇されてしまった。1920年はフェイバーにとっても激動の年になる。この年からいわゆるライブボール時代に突入して投手がのきなみ成績を落とす。フェイバーは投手側の救済処置によってスピットボールを投げることが認められた17投手のうちの一人であった。同年にエディシー・コット、レフティ、ウィリアムズ、リッキーカーと共に 史上初の20勝カルテットを形成した。しかしケネソーランディスコミッショナーによって、シーコットとウィリアムズは、翌1921年にブラックソックス事件のため、カーは1922年に給与カットに不満を持って、チームからの放出を要求したために、永久追放処分を課された。3人の先発投資を短期間に失った中で、フェイバーは1920年から1922年に、 かけて3年連続で20勝以上を挙げ、うち1921年と1922年は最優秀防御率のタイトルを獲得する活躍を見せている。1931年から1933年までリリーフ投手として3年連続で40試合近く登板した。1933年に球団側が提示した年俸3分の1カットの翌年の契約プランに、 激怒して打球団への移籍を望んだが認められず、45歳で現役を引退した。1946年から1948年までホワイトソックスの投資コーチを務めた。1964年にベテランズ委員会による投票でアメリカ野球殿堂入りを果たした。1976年9月25日にイリノイ州シカゴにて死去。88歳没。 ありがとうございます。